水曜日ですね。水曜したよ水曜、うん、さあこの間月曜が始まったと思ったらさすぐ水曜だよね。早いね一日がね。はい、月曜と水曜ってさ一瞬だよね。月曜と水曜は一瞬だね。ね、火曜もどこ行ったってぐらい月曜か、月曜がここだじゃん。月曜ここだとして水曜ここじゃん。月曜始まりましたブンみたいな話。水曜から土曜も意外と一瞬だよね。マジで？じゃあ月曜があって水曜があって土曜なんだ。意外とだ月曜から土曜も一瞬だったりする。日曜何してんの？日曜日はまったり。ああゆっくり過ごしてね大事。まったりゆっくり過ごすのってすごい大事だから ね、まあ、ねみんなね、うん、すごい大事だと思うよ、はい、そうやって過ごしてください。火曜は何してる？火曜日は月曜から水曜すぐじゃん。火曜日はまあまったりまたしてるんですね。またりね。水曜日から土曜日ってことはさ、はい、木金は何してるの？木金はまったりあ、じゃあ分かった分かった。シェイド君の中で、はい、まったりしてる日は、うん、すぐ過ぎんの？まったりしてるのは早い。あ、なんでなんで寝てるのまあそうですね。あのえ別にまったりしてるわけじゃないんですけど、うん、まったりって言ったら、うん、引っ込みがつかなくなって、うん、全部まったりって言っただけです、ね、あ、めんどくさいからまったりって言ったけどでもそのまったりって一回言っちゃったからそうです。意外となんかいろいろやってるでしょ、まあ意外とね、新曲のさほらあのカラオケ作ってもらったりもしてるし。そう今度だって新曲のボーカルレコーディングがそうですよ行われるじゃないですか。そう9日ね。あれ今日何日だろう。あれ今日が3日でと6月の3日で次の月火は水でしょ。4、5、6、7 あと2日後だわ。レコーディング待ってますよ。そう9月4日にですね、はい、新曲のボーカルレコーディングを控えておりまして、うん、おはようございますという曲をレコーディングします、ね、シェイド君、はい、質問です、はい、おはようございますという新曲、はい、タイトルが非常にキャッチーで、うん、朝の曲かなみたいな、おはようございます挨拶の曲かなと思いますけど、うん、一体どんな曲なんですか？おはようございますは、はい、あのアップテンポで、アップテンポっていうのはテンポが速いワクワクするような、ポジティブな気持ちになれる曲です。そうなの、うん、へ楽しみだな。歌詞もね、あの印象的に残る部分がいっぱいあって、うん、For example? 例えば、うん、コンビニで買い物に行った時に、はい、店員さんがすごい笑顔で、うん、なんかこっちもいい気持ちに楽しい気持ちになっちゃうみたいな。あ、なるほどね。そういうこう前向きなね、うん、前向きソング、前向きソング、どういう時に聴いたら欲しいですか？聴いてほしい。いやでもやっぱ朝じゃない。朝通勤の時とか。通勤、会社これから行く、学校に行くとか、そういう、わあ月曜だわ、クソだりいけど会社行くしかねえなこれから満員電車なのか、マジかよ。そういう時にちょっと聞いてみてほしい、ね、なるほどね。今上手だったでしょ。そう上手。サラリーマンの役やったんだけど、ちょっと二日酔いでね、わあ、なったことないから二日酔い、二日酔い二日酔いそんなのあ、違う、ちょっと二日酔いの手本見せてよ。あ、白目になるの？そういう感じ。頭いてー。え、二日酔いって二日目も酔っ払ってるってことじゃなくて？二日酔いはね、お酒の、うん、その悪い部分だけ残ってる感じ。悪い部分？頭痛い。辛み酒ってこと？頭、泣き上戸ってこと？それあなたでしょ。頭痛いとか気持ち悪いとか。あ、身体的な部分ってことか。ぼーっとするとか、クラクラするとか。わ、気持ち悪いけど、電車乗んなきゃみたいな。そういう時に聞くといいの？そういう時に聞くと、ちょっと元気になれると。あ、本当に、うん、二日酔いも治ります、うん、多分。おはようございますも、うん、ここに来るまでに2点3点ありましたけど。じゃその話言ってくださいよ。どうしたんですか？おはようございますっていうね、今度ねボーカルレコーディングする、はい、歌のレコーディングする曲も2点3点ありましたね。あの耳が痛い部分もたくさんありますけれども言って、よし、
ってるかな。2点3点おはようございますっていう新曲だけど、はい、2点3点したっておっしゃったじゃないですか、はい、画面の前テレビの前で言ってください。おかっぱめきが何をしたか。まあ、2点3点したうちの一番最後の段階まではまあいつも通り、いつも通りというかよくより良い曲にするためにアイデアを出して書いて出して書いてっていうのはよくあるんですけど、はい、この曲キー曲音楽の曲にはキーっていうのがあって、高さね、そう、歌の高さ、どのくらいの音程の高さで歌うかみたいな。でそれを、はい、まあ、A っていうキーで決めて最初、はい、作ってたんですよ、はい、で全部のパートのレコーディングが終わって、はい、あとは歌を取って、お準備万全だ、もう完成するだけだっていう時に、もう一息だ、おかっぱめきさんに聞いてもらったら、はい、このキーを変えたいと、ちゃぶ台返しで曲のキーが変わるってことは、はい、まあ、ドラムはもうとりあえず置いといて、はい、ね、ベースもギターも全部もう一回取り直さないといけないですね。90% ぐらい言ってたところを 10% ぐらいまで戻さなきゃいけないってこと ね、 進捗率。それで曲のキーを変えたいっていうことで急遽キーを変え、はい、取り直しをし、ベースギターを、はいはい、でやっとボーカルレコーディングでこぎつけたっていう、はい、大変申し訳ございません。おかっぱさんの ね、 おかっぱさんの采配のせいで。でもね、しょうがないと思う。最初にあの曲ができた時にさ、はい、コード歌のメロディーに伴奏つけた時に、はい、この曲のキー上げた方がいいんじゃないって話をしたんだよ一回ね。そうだっけ。その時はね、でもみゆきさん的にはいや全部地声で歌った方がいいからっていうことで、キー上げなかったんだけど、一理ある、うん、いざボーカルレコーディング前になったらやっぱ低いっていうもうちょっと高くした方がいいんじゃないとかって言い始めた確か。まあしょうがないですね。申し訳ございません本当に。まあその楽器と違うからね、喉はね、歌はね、うん、うん、っていうね、そういう紆余曲折を経た、そうですね、曲のレコーディングがいよいよもう今週に控えておりますので、でレコーディングが終わったら、はい、ミュージックビデオも撮る予定ではございますので、うん、ぜひそれも楽しみにしていただければと思います、はい、ね、お願いします。で かつ、はい、新曲の秋分っていう曲、はい、生配信でもね何度かやらせてもらってますけれども、うん、秋分っていう曲のミュージックビデオも撮ろうかなって思ってます、はい、秋が来るからね。秋分って秋分の日の秋分ね、うん、秋の分けるって感じ、秋分ね、それも撮っていこうと思いますので、ね、YouTube チャンネルはね、この私の今見てもらってるおかっぱみゆきチャンネルが賑わってくるんじゃないかなと、そろそろ、うん、思いますので、まだチャンネル登録まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録していただければと思います、はい、よろしくお願いします。あら、もうこんな時間、そろそろエンディングテーマのお時間ですね、はい、ね、皆さんいつもね、あの生配信そしてこのプレミア公開ご覧いただきましてね、うん、非常にありがとうございます。皆さんがこう見てくれて、チャットにねコメントいただいてとか、アーカイブ見てくれてコメントくださることがですね、私の頑張るパワーになっておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、シェルド曲紹介お願いします。はい、それでは唇に歌声を。ブルブルな時の合言葉、唇にいつも見てね。ため息いるの秋の日の僕は。
切れました。あ、これは救いようがないね、これはね。やばい、このままエンディングまで行っていただきましょう。これも楽しんでください。それではシード君にめっちゃホットな弦が切れた瞬間どうしようって思ったか言っていただこうと思います。お願いします。弦が切れた瞬間はまあ、もうこのまま終わるしかないなって思いました。